どうも大之助です。えっ、ー、と、今回はちょっと僕の悩み聞いてほしいんですけど、僕、あの、TikTok でもなんか YouTube とかで喋ってるような内容の動画をそのまま貼り付けてるんですよね。ただ、その、まあ、TikTok で流したら、まあ、あの、再生回数って YouTube よりも結構回りやすくて、 あのなんだろう初めて数か月とかで、えーまあ、230人とか行ったんですよねで、まあ、のもちろんあの応募所の人たちと比べたら全然ビビたる成長速度なんですけどあとはいえ大之助のあのツイッターとかはなんか2年とか活動してて200人ちょっとしかあのフォロワーがいなくて YouTube に至っては2年半とか、まあ、1回アカウント変えたんですけどあの2年半ぐらいとか YouTube での動画投稿しててあのそれでも8人ぐらいしかいないんですよね登録者数が現時点で,であの、まあ、あのスプーンっていうラジオ配信アプリとかでもどれぐらいかな2年ぐらいやっててそれでも68 8人ぐらいいいしかフォロワーいないんですよだから全然ボロボロな状態だけど TikTok だけ成長速度がものすごかったんですよねでそれがすごい嬉しいなっていうふうに思ってたんですけどその一方であの TikTok って運営側がシャドーバンっていうあの機能を持っててシャドーバンって、まあ、あのバンって禁止するって意味なんですけどあの YouTube とか Twitter とかアカウントバンされる赤バンっていう言葉あるじゃないですかであのシャドーバンっていうのは あのかかこっそりバンされてるっていう状態で、まあ、要するにあのその僕たちあの投稿者の人たちがすごいスパあのたくさんあの数秒間で同じ,あの同じような投稿バンバンバンって投稿したらあの運営側がの AI があれこのアカウントってなんかスパム目的とか広告目的とかなんかよくないアカウントじゃねえのっていう,ふうに思ってあの人にその僕のアカウントのに投稿した動画を人におすすめしなくなったりとかするっていうのがシャドーバンなんですよね。 まあ僕あの人が受けるペナルティによるんですけどあのものによっては1週間とか1ヶ月ぐらいあの誰にもおすすめされないみたいな状態が続いたりするんですよねだからまあ皆さんもなんかこの,この動画面白いなっていう風に思って TikTok の話ですよプロフィールページに飛んだらなんか他の動画全然再生されてないやんみたいなこととかありませんかとかあの僕と同じように TikTok でいろいろ動画とか投稿してる人たちって一生懸命投稿してるのに今までは再生回数すごい回ってた何千回とか一動画言ってたのに急に。 あのフォローしてくれている人たちが見てくれなくなった再生回数が20回とかあの下手した5回とか2回とかになったみたいな経験ってありませんかあれってシャドーバーンされてる状態なんですよねっていう時はまあ、冷却期間というか何もあの対処あのとりあえずしばらく投稿しないみたいな風にあのクーリング期間を設けておくことが重要らしいんですよね台ナス系調べによるとネットでいろいろ調べたんですけどで あの大丈夫ですけどもそういう冷却期間を置いて1か月とかにまた投稿再開とかしてまたあの再生数が戻ったりとかしたんですけどあのここ最近、あ <laughs> なんだろうここ最近でここ3か月ぐらいですかねまあ,あの TikTok 始めても八8か月とか半年ちょっととか経ってるんですけどここ3か月ぐらいぐらいがその前になんかずっとシャドーバーンされ続けてで冷却期間1週間ぐらい置いて投稿してけどなんの音沙汰もなしまた再生回数全然回らないみたいなのがあのずーっと続いてるんですよね3か月ぐらい。 あのちょっとずつフォロワーも減ってきてるしで皆さんもなんかシャドーバンド対処法あのいや大之の助の言ってる内容って間違いだよみたいな話とかあったらぜひ教えてほしいんですけどであの、まあ、僕の TikTok 概要欄とかにあるんでぜひお邪魔してもらえればなっていう風に思うんですけどもうここ,こ,こ数か月の投稿全部なんか再生回数一桁とかなんですよねだからあの、まあ、かわいそうだなと鼻で笑ってやってくださいって話とあの僕が言いたいのはあの誰か対策してる人を教えてくださいっつう話です。で まああの何が言いたいかっていとまあこういう YouTube とか TikTok とか Twitter だったりとかでまあこれからも。 え、情報発信はしていきたいなっていうふうに思うんですけど、その一方で、やっぱりその情報発信するって言ったって、その媒体に、あの、弾かれちゃったりしたら、どうしようもないなっていうのを最近改めて感じたって話ですね。まあ、昔は、この SNS とか YouTube とかがもっと台頭してきてない時代とかは、テレビ一挙時代でしたよね。やっぱマスメディアが強かったから、そのテレビの言う通りにしなければいけない。プロデューサーの言う通りにしなければいけない。だから、なんかアイドルの枕営業とかがもっと今よりもた,たくさんあったと思うんですけど、やっぱりそういうふうに権力を握っている側が強くなるっていうのは、社会構造上した仕方がないなっていうのも、 最近思いましたっていう話でしたた話でだから皆さん、まあ、繰り返しになるけど僕のこの TikTok の状況を打開する視野を持っている方々ぜひ僕に救いの手を差し伸べていただければなというふうに思います。ということで今回は以上。